はい、おはようございます。ラスカラでございます。今日はついに作りますよ、ラーメンを。先日ね、ちょっと寸胴とかいろいろ買ってきてラーメンを作ろうと思ったんですけど、今日ちょうどね、嫁さんが家にいるってことで、自作のね、ちょっとラーメンを作って食べてもらおうかと思っております。そしたらあれだな、とりあえずゆで卵から作るか。何回も鍋沸かすの大変だから、ケトルで作っていきたいと思います。今回使うのはこちらね、卵。こんな感じで。よいしょ。ケトル、いたいたいた。よいしょ。スイッチオンと。今スイッチ入れまして、お湯がね、沸いてから6分半ね、置いていきたいと思います。今沸かしてる間にね、味玉につけるタレの方を作っていきたいと思います。まず、お水と、お醤油とここにお砂糖で、ちょっとこれを沸かしていきます。こっちは OK と。味玉の返しの方はあったかいまま味玉つけちゃうと表面が固くなっちゃうんで、これも冷ましていきます。よいしょ。そしたらこのままね、待ってんのも時間がもったいないんで、先にラーメンのタレ、返しの方を作っていきたいと思います。今回はね、こんな感じで、ちょっとスーパー行ってあったお醤油をね、適当に買ってきて、3種類合わせて作っていきたいと思います。まず100、100、300。はい。そしたら味玉を、そしたらちょっとね、今味玉の方はこのまま冷やして後ほど剥いていきたいと思います。で、続きね、これ、醤油かみりんとお酒を 15ml ずつ、で、ここにね、昆布と煮干しを 15g ずつね、ちょっと入れていきます。これで昆布が 15g、これで15。で、これで弱火でね、じっくりと沸き立つ直前ぐらいかまで火を入れていきますね。そしたら卵の方を剥いちゃいましょうか。卵は別に普通通りなんですけど、いいよ。だいぶちょうどいい感じに柔らかいな。半熟になってる。あ、1個やっちゃった。芯までまだ冷めてねえな。もうちょっと冷ましていくわ。で、今だいぶ醤油がいい感じの温度になってきたんで、もうこれで終了。んでだ、スープとか作る前に一回ね、トッピングの準備だけしちゃいます。前もって今日準備するトッピングの食材に関しては、茹でたりするのはほうれん草ぐらいかもしれません。で、ちょっと沸くまでにトッピングで使うね、玉ねぎ、これをみじん切りにしていきたいと思います。で、今日はね、まあ水とかさらさないんだけど、トッピングで使いたいから辛くないようにね、新玉の方を買ってきました。よいしょ。そしたら今玉ねぎの方はこんな感じで粗めのみじん切りにしましたんで、これはね、後ほどトッピングで使います。ちょっとほうれん草をね、さっと湯通ししていきます。はい、はい、OK。 そしたらまあこれね、普通にカットするだけです。これね、完全に彩りなんで、味っていうよりかは彩りのトッピングでございます。と、そろそろスープ作っていきましょうか。ここがね、僕は一番不安でございます。まずは寸胴と温度計をドンと。今回用意したのはね、この軟水、よいしょ、1本で、これで約 3.5 リッターのお水を入れました。と、今回使用するお肉が、まず肩ロース、これが 360g ぐらい、手羽元がね、約 1.5 キロぐらいあります。
で、プラス、これ鶏胸肉だね。これを全部と、この胸肉はちょっと後入れしていくんで、一旦待機で。ネギの青ネギの部分だけ。よいしょ。それで。臭み消しにこちらの生姜も。とりあえずこんぐらい。測ってないけどこんぐらい。これで火にかけると。で、おおよそなんだけど、スープ自体は、90度ぐらい。約ね、合計で多分2時間ぐらい煮ると思います。で、沸いてから1時間。で、1時間炊いてから、さらに昨日ね、仕込んだ煮干しと、昆布か、の水と、プラスさっきの胸肉を投入していきたいと思いますんで、ちょっとこのまま待機で。で、ちょっと沸く間にこれ、もう剥けるかな。実はですね、これもう2個失敗してて、あと2個しかないんですよ。これ失敗したら、今日の味玉はなしでございます。なんとか1個成功しました。これ1個嫁の分は覚悟したんで、もう1個ねミスしてしまったら僕の分はございません。ちょっとね割れちゃったんだけど、なんとか形は保ってます。なんでこれはちょっと崩れた方は僕のでお願いします。さっき作った返しじゃねえやタレの方にこれ40分ぐらいでいいらしいんだけど、こんな感じでね、よいしょ、キッチンペーパーで落とし蓋をしてあげて、このまんま味付き卵、味玉ですね、作っていきたいと思います。あと1個忘れてた重要なこと。低温チャーシュー作ります。今、1リッターね、水の方をここに入れたんで、約塩分濃度で言うと 6% ぐらい、海水っていうか食塩水を作ります。さっきの鶏胸肉を、30分ほど浸します。今回低温でねどうしても使わないんで、一回皮はね外しちゃいます。ってことで一旦お待ちください。今いい感じにね温度の方が上がってきたんで、ここからねちょっとこうアク取りと出てくる油の方だけちょっと取りながらねスープの方炊いていきたいと思います。というさっきつけてた鶏肉がねちょうど30分ぐらい経ったんで、これをちょっとジップロックに詰めて炊飯器でね、まあ保温を含めて1時間弱ぐらい低温チャーシュー鶏チャーにしたいと思います。なった、よし、今なったから、一旦ね入れたこの子肩を一回出して、ほいっと、胸肉と昨日仕込んだこの昆布と煮干し、これをちょっと入れていきます。でまたこの状態でね90度まで、温度を上げて追加で1時間煮ていきたいと思います。ごめん今ちょっとザーってうるさいかもしれないんだけど、あまりにも湿度がすごすぎだから、いつも撮影の時はこれ切ってるんだけどうるさいから、今つけてるからちょっとザーってしたらごめんね。肩のチャーシューを作ろうと思うんで、今作ってる返しを入れて、ここにさっきのバラ肉ね、バラじゃねえや肩だ、これもちょっとね真空にして1時間ぐらいかなつけていこうと思います。でまたね追加でお肉とかいろいろ入れたんで、こっからまた油とかアクとか出るんで、1時間、あ、90になった。ダッチ、よし。ここからね、アクとか油を取りながら、また1時間煮込んでいきたいと思います。今ね、これ、ちょっとこぼれるんだけど、鶏チャーがね、一応できたはできたんだけどね、やっぱ炊飯器だとちょっと温度高いな。プリプリ感が弱いっていうか、あらかたできたんで、これも完成ということで。そんでね、今、ずっとつけてた。味玉もこれいい感じでございます。ちょっとね茶色が上がってるの分かるかな、今いい感じなんで、これもちょっと揚げていきます。スープの方はまだ20分ぐらいかかるんだけど、先にねこの返しの方をねちょっとこしちゃおうかなと思いまして、よっ、ちょっとこのリラックマの可愛いやつに返し入れていきます。
で、醤油の返しはこんな具合。うん、いい感じ、うまい。さっきのね、鶏チャーと、豚肩かのロースがね、だいぶ冷めてきて切りやすくなってきたんで、これも切っていきたいと思います。鶏チャーを、ちょっと厚めだけどこんな感じで、で、次これ豚肩ロースでございます。うまそう、見えるかな、垂れるからあれなんだけど、こんな感じね。いやっと、いや、めちゃめちゃうまそうじゃん、これ見えるかな、これやば。実際使うのがこっちの方で、これはね、ちょっとお酒のあてに取っときます。こんな感じでラーメンに使う用のトッピングは全部終わりました。これが豚肩のロースで、これが鶏チャーだね、にほうれん草、味玉、生玉ねぎとなっております。はい、炊けた。よし、オッケー。スープの方オッケーでございます。今こっちのスープの方をチビの寸胴、半寸胴の方にザルでね、こしながらスープを入れていきたいと思います。嫁が買い物から帰ってきた。スープ炊けたよ。外までラーメン屋の匂い。外までラーメン屋の匂い。ちゃんとスープが一応仕上がりました。よし。入ってた手羽全部取り終えました。これちょっと一本。これ2時間煮込んであったんで、めちゃめちゃホロホロなんで、まあこれ取っといて、さっきの味玉のタレちょっと絡めて甘辛煮みたいの作ってね、これは再利用します。めっちゃうまい。そしたら最後にチー油をね、チー油というか、まあ、香味油だね、香味油を作ろうと思うんで、この鶏皮さんたちの出番でございます。ここに鶏皮を、ちょっとね、今いい感じに取れてはいるんで、一旦よいしょ、鶏皮を出しちゃって、ネギ油を作るんで、ネギをよいしょ、これもじっくりね、ネギの香りがチー油に移るまで、ね、やっていきますね。もういい感じにね、ネギが移ってきたんで、チー油の方も完成しました。熱っ。さあ、行くぞ。はい、ということでね、今やっとお湯が沸けたんで、麺を入れようかと思っております。でね、一応茹で時間が表記が1分だったんですけど、まあ、あの僕のね、トッピングが不慣れだったりとか持ってったりするんで、まあ、その時間を見越してちょっと43秒に設定しております。そしたら、その麺を投入と、少なめで、で、チーをいっぱいと、ほい、ほうれん草ね、ちょっと嫁は小食なんでね、お肉は少なめに、よいしょ、こんな感じでちゃんとできたわ。これ嫁に持ってきます。大変お待たせしました。見た目はちゃんとしてるでしょ。写真撮っとて、写真撮っといて、ちゃんと面線が整ってるの、整いました。あっさり味だね。そう、だいぶ美味しいよ。なんか、だしってか、なんか和風じゃないけど、そういう感じだね。うん、お家で作るラーメンにしては本格的だよ。いや、ちなみにだけど、何点ですか、家のラーメンとして。
家のラーメンとして合格点、美味しかったが80点として何点でしょうか、うん、88、うん、やったということで合格点をいただきました。あーよかった。今嫁さんに作り終えてですね、合格点をいただきましたのでホッとしました。なんでね、とりあえず僕も食べたいと思いますんで、ちょっと自分用にね2玉茹でていきます。で向こうに嫁さんいるんでね、こっちで僕は食べていきますんで、ちょっとテーブルがないんでお行儀が良くないかもしれないですけど、そのあたりは許してください。よし、自分のラーメンが一応ね、これ2玉分になってます。あ、そう、早速いただきます。うまっ、うん、うまいよ。チャーも、うん、確かにちょっとやっぱり炊飯器だから固めっていうか火入れしすぎてるかなって感じ。豚肩のロース肉、うまっ。うわー、ちょっとこれちょっと手羽やばいやばいやばい、めっちゃうまい。頑張って作ってよかった。うんうん、今もう2時ぐらいか、ちょっと遅めなんだけど最高のお昼でございます。うん、ちょっと最後味玉、ごめんレンゲがなくてさ、黄身がねこんな感じ、まあまあ半熟だね、いい感じでございます。うん、味玉に関してはもうちょっとやっぱり味自体をつけた方が良かったかもな。はい、完食いたしました。ただ今日はちょっとこれだけじゃ終わりません。あ、お腹いっぱいになっちゃった。一応ね太麺とかも買ってきてて、あのいわゆる化学調味料花鳥っていうのも買ってあるんで、まあ返しの量をチー油とかを変えて花鳥入れてね、これで食ったらうめえんじゃないかなと思って、さすがそちらも作っていこうと思います。さあ行くぞ。はい、完成でございます。うまそう、普通にうまそうじゃん。ちょっと写真撮らせてください。よし、食べよう。スープからね。あー、やっぱ花鳥入ると全然違うんだな。これが太麺でございます。こんな感じ。うん、これでうまい。でも花鳥をこんだけ入れるんだったらもうちょっとね、やっぱ動物系を強めた方が合ってたね。ちょっと次はもみじとかも入れて強めながら花鳥も入れてのやつも作ろうかな。うん、うん、はい、完食ということで、あ、こんなにいっぱい、ごちそうさまでした。はい、ということでね、今自分で作ったラーメンを食べ終わりました。やっぱり僕もラーメンが好きでよくねラーメン屋さん行ったりとか、もちろん動画もよく撮ってはいるんですけど、こうやって自分で作るとこのラーメン作りがいかに大変かっていうのはすごい身に染みました。で、まあ僕なりにね、まあいろんな人とかから聞いたりして考えながらやっぱり作ったは作ったんですけど、やっぱり1回目とかじゃね全然味は追いつけませんでした。あしたら美味しそうだな、こうしたら美味しそうだなみたいなのがやっぱ食べながらでもねちょっとあったので、まあね、今後もいろいろラーメンね時間がある時には
作っていこうと思います。で、1個だけお願い。ラーメンとか詳しい方いらっしゃると思うんで、作り方とか煮出し方とか納得がいかない部分とかが多分多々あったと思うんですよ。その場合、何やってんだよじゃなくて、僕が美味しいラーメンが作れるようにこうしたらいいんじゃないでしょうかみたいなご意見ください。動物魚介系のこういうチンタンスープ以外にもね、もう動物だけとか魚介だけとか醤油、塩、味噌とかね、いろいろ作っていければと思いますんで、今後も頑張っていきたいと思います。以上、ラスカルでした。じゃあね。